日本第36号の表紙、構成、亀倉優作日本とは、ナトリオーノスケを中心に1934年に設立された日本工房により、1934年10月から1944年9月までに36冊の発刊が確認されている内閣情報部による対外宣伝のためのグラフ誌である。金棒が出資、丸善が発売元。 定価1円50銭。半径は464倍版。発行は A、独、仏、ツ、スペインなどの4カ国の外国語を使用する海外向け機関雑誌という題裁を取る。これ以外には日本語版2冊と年間形式の日本語版2冊が確認されている。ドイツ・ウルシュタイン社での勤務経験等を生かしたナトリがグラフィカルな紙面の構想を取りまとめたもので、 日本を取り巻く国際情勢の悪化を背景に写真を駆使して日本を紹介するグラフ雑誌として発刊された。書体、印刷、造本、紙質等も含めてその質は極めて高い。日本の印刷技術の優秀さを海外にアピールすることもその目的の一つであり、印刷をした共同印刷は高い技術を有していた。写真やデザインに重点を置き、 インターナショナルに発言する記事も充実した日本で初めての海外にも誇れるグラフ雑誌として企画された。後の投稿者のフロントと比較しても単に資格のみではなく活字も重視した雑誌だと言える。なお、アメリカのグラフ雑誌、ライフは1936年創刊であり参考にしたという事実はないが、ライフの編集長、クルトコルフは ウルシュタイン社の出身であり、ナトリオーノスケと同時期に働いていたことから、グラフ史製作の根は同じと言える。製作に関わった主な顔ぶれは以下の通り。美術では、山名文夫、河野隆亀倉優作、熊田五郎、高松仁次郎ら、写真では、土門県、藤本四十八、小柳木次市、沼野県、松田正森隆の、 相沢圭一、梅本・武又、門タ、角郎、ジ長井・秀夫、松下・正夫。プレーンとして、大谷総一、稲信を、長谷川・如ョ館、古谷綱武、谷川・鉄三らがいた。なお、日本工房には所属していないが、日本には、中山・岩田、野島・安蔵、堀野・正夫、渡辺義・義シ小石吉、岡田・光洋、岡本・東洋、ベニヤ・吉之助、 福原慎三、金丸重根、木村伊兵菊池俊吉、安高知自一郎、光僕広塚本浩二、大橋青子、松山健さん、吉田淳、山川増夫、浜谷博志、三井吉夏也、杉山きららの写真作品も掲載された。ありがとうございます。